トリエ京王調布は東京都調布市布田及び小島町に所在するショッピングセンター京王線の連続立体交差事業により地下駅となった京王電鉄調布駅の地上部分に建設された駅ビルである2017年9月29日にオープンした京王線調布駅付近の線路地下移設に伴って生じたかつての駅施設スペースを活用して建設された 調布らしいちょっと素敵な生活をコンセプトとしており、3つの建物から構成され、A 館と B 館、C 館の間にはオープンスペースが設けられるとともに、路上に地上駅時代をモチーフとした線路も設置される。オープン時点では、A 館は正常一心及び専門店街、B 館はテナントとして、ビッグカメラ、C 館にはイオンシネマがそれぞれ入居した。 調布市は映画産業が盛んで映画の街調布として町おこしを行っているにもかかわらず2011年に市内で唯一の映画館であった調布パルコのパルコ調布キネマが閉館して以来市内に映画館が一軒もなくなっていたが本施設の開業により市内に映画館が再設置されたことになるこのため当たり施設の開業時には映画の街に 映画館がないって問題だ。というキャッチコピーが掲げられた。オープン時点の総テナント数は72店舗だったが、現在は改札外の3店舗と隣接する調布サウスゲートビル内の5店舗も含めて、総テナント数は80店舗となった。以下は公式ウェブサイトによる。ありがとうございます。